さんこんにちは。日本治療アカデミー協会の吉岡です。本日は春先に向けて自律神経のバランスが狂いやすくなってきますので、自律神経のバランスを整える手技をお伝えしたいと思います。はい、それでは本日お伝えする手技なんですけども、こちらの模型の背骨から一番下の部分、仙骨がポイントになります。で、今回特に仙骨の中でも2番目、 S2 と言われる第二仙骨甲のそばを通る神経、この辺りを狙っていくんですけども、実際の体だと、お尻の筋肉があってここは分かりにくいので、仙骨全体を刺激するような手技を行いたいと思います。はい、本日の仙骨を刺激する手技なんですけども、実際に自律神経が整ったという指標がなかなか分かりづらいのが現実です。ですので仙骨を刺激することによって、実際脊柱のですね、しなやかさ、硬さがしなやかになって、そうすることによって自律神経の側通が背骨から通ってますので良くなって、自律神経のバランスが整ったと判断します。そのためには首と腰の伸展ですね、いわゆるこう上向いた時の首の動きと腰を反った時の動きが、可動域が良くなれば自律神経が整ったと判断します。ではまず首からいきます。このままゆっくり天井を見てください。この人が向ける範囲まで向いてもらいます。はい、ありがとうございます。そして腰を反ります。その時に膝を曲げさせないように、膝はまっすぐ伸ばした状態で、手はですね、胸の前でクロスをさせます。この状態でゆっくり反っていきましょう。そうすると人間とそんなに反れないように構造上できてます。ここまでですね。はい、ありがとうございます。それでは実際に実技に移っていきます。で、まずはじめに仙骨ですねの位置を確認します。で、大体このウエストライン、ベルトのラインですね、ベルトのラインよりも下で、なおかつ左右のお尻の真ん中、ここに仙骨がこういうふうに逆三角形であります。ここの部分を全体的に両方の親指を使ってしっかりと圧迫をして、そのまま、前後にこういう形でなぞる、こするようにしていきます。圧の強さは爪先が白くなるぐらいを一定に保ちながら前後に動かしていきます。ちょっとした力でもかなり響くと思います。この刺激を約30秒行ってください。冒頭で、S2 とお伝えしましたが、仙骨全体しっかりと刺激を入れてください。はい、手技は以上になります。はい、それではアフターを見ていきたいと思います。それでは最初に首ですね、天井を向いてください。さっきよりもしなやかになっています。そしたら今度、胸の前で手を振って反っていきましょう。はい、さっきより反れています。という形で、仙骨を刺激することによって結果として脊柱のしなやかさが出て、首と腰の可動が上がったので自律神経が整ったとこちらで判断します。皆さんいかがでしたでしょうか。手技自体は簡単ですのでぜひお試しください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。